牛尾二牛尾二吉明、1924年9月25日から2005年度9月24日は、熊本県熊本市南区出身で、1950年代に活躍した大相撲力士である。現役時代は、時津風部屋に所属した。最高位は、西張出し子結。び。身長183センチメートル、体重110キログラム。特異種は、左四つ。 上手投げ。16歳の時に嵐小部屋へ入門し、1941年1月場所において、初土俵を踏んだ。三段目に在位中、嵐小部屋から、双葉山道場に移籍。途中で平気で長く、土俵を離れたこともあって出世が遅れ、重量昇進を果たしたのは、1948年10月場所。新入幕は1 9 5二年一月場所でのことで、 この時、すでに27歳となっていた。力が強く投げ捨てるような上、手投げが持ち味であり、二王のような風貌からも、二王様というあだ名がついた。だが、相撲ぶりはゆっくりで、回しをつかまないと相撲にならなかった。そのため、がっぷりから始めれば強いのだがと評され、中堅に甘んじていた。また、土地に色と赤の花を苦手としており、 この二人からは一度も白星を挙げられなかった。それでも、幕内上位にあった1959年5月場所では、新横綱の朝潮に土をつけるなどの活躍で9勝6敗と、勝ち越して、勲賞を受賞。常日の朝潮戦では、右四つがっぷりから、左上手投げを連発。こらえた朝潮が強引によって出るところを、さらに強烈な上、手投げを放って転がし、 金星を挙げた。翌7月場所、初土俵からおよそ18年かけて34歳9ヶ月で小結びに初昇進。これは年数では昭和以降において最もスローペースの新三役昇進であった。しかし、同場所では3勝12敗と大負けし、三役はこの一場所しか務まらなかった。1961年9月場所。 十両に落ちて六日目から途中休場し、十両十八枚目の地位で初日より休場した翌十一月場所限りで引退。引退後は年寄り四季秀を襲名した。九百七十一年に十三代立田川親方が竜田川部屋を創立した際には部屋付き親方として移籍したが、九百八十六年には移籍前に所属していた時津風部屋の部屋付き親方に、 戻った。日本相撲協会では勝負審判を長く務め、定年まで協会に在籍した。2005年6月24日、成去去年80、ありがとうございます。